からグーを強く握っているとスピードが遅くなります。ギリギリに握る、握って引く方法。もう一つはこれとこれの間で体で打つ。あと手首で押して指先で引く、手首で押して指先で引く、手首で押して引く。3種類の突きをやっていきます。パーの状態から、手を半分開いて空転という形に、こうならない、こうします。ここに空洞を開けます。この形でそのまま固定、手首で押して指で引く。軽い打撃の時ついた、そこから当てていいわ、一旦当てて軽い。筋肉で戻して、腕を押す。ここまでを意識して、押す。荷物を取って、荷物を取って、押して、軽い打撃で相手に受けさせて、その受けた手を手すりにして、相手に近づき、相手を打つ。相手に軽く打ちます。それを手すりに上、上がいけなすそうと貸していきます。相手のことを手すりに引き寄せ、押し込む、腕ばさみ、相手の腕を挟んで相手がついてきたのを抑えます。そして圧をかけて上げていきます。そこでこちらで挟みます。そして相手の首を押さえて相手の反撃を封じます。そしてある程度決まっています。引いた場合、相手の打撃を肘で防御した時の反撃方法をやっています。打撃を肘で防御します。同時に手を受けて、そのまま体幹で下にやると下に倒れます。回転すると下に、手を足の裏とします。遠心力、求心力、遠心力、求心力、2つの球がある状態、両方にやるとバラバラになります。1つの球の状態にします。かかとの遠心力、こちらが求心力、2つで1つの足になります。距離した部分が動く。かかとつま先、こちらから押されたとして、かかとで上昇前進、つま先で下降、そしてかかとに切り替え、上昇前進、引きまして返す、かかとつま先、かかとつま先。腰痛にならないためには頭を上、仙骨を下、耳に蹴って頭を上にして仙骨を下に下ろす。それにより背骨に意識をせずに背骨が伸びる、腰痛などに可能性が広がります。波紋の術、小石が落ちて波紋が広がる、小石が天に吸い込まれ下降の波紋が来ます。それを羽ばたきでやってみます。中心が沈み外周が上がる、中心が上がり外周が下がる。手のひら中央部分を吸い込み、他が波紋が広がる、吸い込んで広がる、一番圧力がかかるところを吸い込み、そして返していきます。それが2点だった場合はここはいけます。そして返して45度動いて止まって戻る。でもちょっとしか動かないとすぐにちょっと戻ります。ここまでで戻れば